そうですね、初めての世界大会として臨んだ20歳のワールドカップ、まあ、それからドイツに渡ってフランスに移籍して、まあ、4年間海外でプレーしてきて、やっぱり、まあ、自分なりにそれなりに手応えもあったし、それなりにって言ったらあれですけど、まあ、でもやっぱり経験、海外だからこそできたことっていうのはすごく多くあると思うし、まあ、日本じゃ経験できない経験っていうのもすごくしてきたと思うし、まあ、そういった意味で、まあ、やっぱ自分の成長っていうところを4年前とは違う、一回り大きくなって一回りも二回りも成長して、まあ、ピッチに立てている自分っていうところを表現したいなと思っています。そこまで自分がこうチームのエースだっていう認識はあまりないですし、でも確かにチームを引っ張っていかなきゃいけない立場にあることは間違いないと思うので、まあ、責任のあるプレーであったり、プレーでこうチームメイトを引っ張れるようなそういった、姿勢を見せていければいいかなというふうに思います。